多分ジャンルで言うといわゆる UK ロックとか、あと当時ちょうど出てきてしばらく経ったオルタナ、なんかグランジだったりオルタナだったり、なんかその辺をこううまくこう混ぜ合わせて、なんか自分たちっぽい音楽をやれないかなみたいな。でそれプラスなんかそれまでこうメンバーが各々別々に活動してた時のなんかまあルーツ的な部分だったりとか、でそういうところもまあ含まれてますね、あのストレンジフルーツっていうアルバムは。当時一番そうだな、そのリアルタイムでちょっとやってみたいなと思ったのが最高ガーデンとか、いわゆるこういうなんていうんですかね、なんか結構ごついギターのリフがあって、なんかそこになんかふんわりしたメロディーが乗っかってっていう音楽は一番その当時リアルタイムでやってみたかった、曲ですね。
は全てそのスタジオっていうかマッチスタジオでこうやってたんですけど、まああのいわゆるデモテープとかは存在しなくて、まあ、ただし君がじゃあ今から新曲やるんでついてきてくださいの一言から始まりますね。当時は割とセッションで作ることが本当に多くて、今ってある程度その作曲者がもうなんていうんですかね、そういうアウトラインというか、もう青写真みたいなのを持ち込んで、それに乗っ取ってみんなでこう作業して進めていくってことが多いんですけど、この当時はそういういわゆる曲の元ネタみたいなものを僕が持ってって、でそれをこうバンドでこうスタジオでこう何回も合わせながら、じゃあこの展開こうした方がいいんじゃないかとか、でこういう展開だったらこういうメロディー乗っけた方がいいんじゃないかとか、割とこうリアルタイムでどんどんこう積み重ねてって作るみたいな。で結構ライブごとに曲も変わってたんで、歌詞変わったりとかもしてたし、ただ曲作りの精神的なところっていうのはまるで変わってないなっていうのは、ありますよね。やっぱ気にするところとかは、全然変わってないかなと思ってます。当時はまだ学生でしたね。まだ地元の九州にいて、多分知らなかったですね、多分ね。おはようございます。最近1年ぐらいなんですけど、今までで一番ハードルが高かったですね。すごい難しかったですね。あの世界観を壊さずにどう自分を出すかっていうのが、まあ今までもそうだったんですけど、ストレンジフルーツに関しては一番ぶっちゃけ大変でしたね。自分たちでステージセット作ってた頃を思い出しますね。なんか変なことをしてましたね。なんか毛糸をステージ中になんか赤い毛糸を張り巡らしたりとか、なんかいろいろ変なことやってました。でも気が向いたらって感じですね。いや昔あれなんですよ、その当時ってライブの時にこう MC とかも一切ないし、もうなんかなんていうんですか、ちょっとこう演劇っぽい要素も自分たち的には求めてたところがあって、普通だったらねこうライブ何曲かやって、いやどうもプラスティック組ですみたいな感じでじゃーんとかやるような、まあ今はねそういう若干そういう流れになってるんですけど、当時はもうそういうこと全然考えないで、もう曲をひたすら演奏して、でもあんまり喋らないでで帰っちゃうみたいな、何なのバンドみたいな雰囲気になって、でそういうやり方をしてたから、ステージのこう照明とかもすごい暗くしてたんですよ。もうメンバーの顔もよく分かんないし、
でライブハウスの人になんかあのピンスポってあるんですけど、え、ピンスポ使わないのって言われて、いや、うちはあのそういうバンドじゃないんだよみたいな。だ今回 の, あのステージセットとかも割とちょっとそういう雰囲気をちょっと出したかったので、割とこうメンバーがはっきり見えるっていうよりはなんかステージ の, その全体感とかね、もう雰囲気がなんか伝わるようなものにしたいなっていうのがすごいありました。リハーサル進めていきます。じゃあ、怖いからかな。じゃあ、リハーサルをしまします。怖いから行きます。怖いって曲が一番最初にできて、それはあの、龍太郎のこう実家の方で、あの、二人で、ほぼこう、なんていうんですか、弾き語り状態で、作った曲で、ちょっとこういう曲やってみたいんだけどっていう、ちょっと友達付き合いの延長で、思い入れのある曲はやっぱり最初に作った TWICE で、彼らが2人で僕の家に乗り込んできて、このこんな曲あるんだけどって、まあ、弾き出して、それでいいんじゃないかみたいな会話をしながら、なんか知らないうちに俺もスタジオに連れてかれてみたいな。ああ曲できたってなんか喜んでたの覚えてる。もうもちろんプラスティックスリーなんてバンド名なんかなくて、で行ったら行ったで楽しくなっちゃって、半分なんかノリで入ってたみたいな。僕実はサポートだったんですけどねサポートっていうか手伝って、サポートよりかっこ悪いような立場ですね。でそのうちなんかあのライブやるんでアーティスト写真撮りましょうって言って、あーアーティスト写真ねなんて言って、でその時初めて、あビジュアル系ってやつなんだみたいな、そしたら15年経ってましたね。Yeah.
物持つかね。はい。名古屋です。これは今回から出来上がったバックドロップです。このロゴすごいね、なんか好きなんですよ。でそれに伴ってね、なんか自分のベースアンプのこういうロゴもね、こっちに変えたいなと思って、これちょっと前のやつなんですけど、存在感ありますね。今日もいい会場で、ね、いいライブをやれるように頑張ります。しまいましたが、そうです。私が変なおじさんです。セッティング完了。今ね、たくさんのスタッフと一緒にやれる喜び。ありがとうございます。ぜひ、また来てきますか。何事にも変えがたい。宝です。リハーサルで。おはようございます。はい。リハデックたくさんになっちゃいました。オッケー。いて。はい。はい。じゃあやっちゃいますね。皆さん、ストレンジブルーズ2本目ですよ。ね、名古屋、頑張っていきましょう。決めた！おっと！それでは、次の曲へ。当時のバンドのイメージだったり、まあ、見た目も含めて、ビジュアル的な部分も含めて、バンドのイメージからすると、なんでこういう格好をした人たちがこういう曲をやるんだろうみたいな、なんかギャップがあったと思うんですよ、おそらく。ちょっといわゆるまあ、メジャーかマイナーかで言ったら、まあ、いわゆるそのコード進行とかそういう部分のメジャーかマイナーかで言ったら まあ、メジャーな方だし、だからそういうちょっとギャップのある曲も結構欲しいなと思って。知らないうちにバンドとして重要な位置にしてたんですね。ライブの時とかも場所関係なく、なんか時には中盤で演奏したり、頭に演奏したり、締めの最後の曲で演奏したりと、大事にしてきたのかな。割と節目節目でよくやってる曲なので、正直懐かしいとかそういうのはなかったんですけど、流れでやってみたときになんかやっぱり昔の感覚に戻るというか、時間が戻るというか。でもいつものクリームよりはちょっと暗めなクリームみたいな感じでした。クリーム
Yeah.
なんかいかにもストレンジフルーツの曲だなっていうイメージが世の中はありますね。ダッシーは俺は思ったのはライブで演奏することができなかった楽曲だったなっていうのと、今やったらどんな感じなのかなっていう。あ、ジムさん。めちゃめちゃ可愛いです。まあそれぐらいなんですけど。あそこ行きますか。ん、朝まで。あ、そうです、昨日は朝、何時なんでしょ、何時だったっけ、4時、4時、4時終わり、4時終わりです。まあ今日はベースとギターですけど、一応今日は正しくんびっていう感じで。今日、ただしさんの日なんですね、今日。今日、まあ、ただしくメインの日。ただしさんの日だからっていうのもあるんですかね。ああ、雨が。あ、これ言っちゃいけなかったんですかね。いや、言っていいんじゃないですか。これ一発で食べれたら、うん、てっぺん行かずに帰れる。それがじゃあ、落ちたら、もう2時、3時。もう覚悟で。当たり前で。はい。入部。おぉすげえ。じゃあ、どこ端っこ行って、この辺に置いてかないと飛ばないです。これを食べたら、一発で食べたら、今日、たらし君は2曲取る。カポンって、カポンって言いましたね、今ね。今割れてない。チョコついてるね。今日たらし君取れないよ。ね、あのメンバーさんの心に、僕が案内に行きます。連れて行きましょう。展開がすごいですね。なんでこの曲こういう風に展開していくんだろうっていうのが、なんか今聴いてもなんでこうなったのかがいまいち思い出せないというか、誰かがこういう風にしようぜって言ったら、それに誰かが反応してまた新しい展開が生まれてっていう。だからなんかそのバンドやる面白さっていうんですかね、なんかそういうのを作ってる最中にすごい感じた曲ですね。どうしようかな。A 周りをもう一回ちょっとつるっとやってみていいですかね。はい、すいません、今一度。はい、あそこもう一回やっていいですかね、あの投げたところ。はい。はい、大丈夫だと思います。はい。はい。
な感じで、はい、はい、以上です。ベース取りが終わった。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、ここからお楽しみのギタータイムが8位ですね。8位です。ベース取りが終わったよ。いや、僕はそのプラスティックフリーの前のバンドで多少そういうちょっと本格的なレコーディングの経験はあったんですけど、多分他のメンバーはその時が初めてだったんじゃないかな。そういう割と一定期間結構大きめのスタジオを借りて、そこでこう本格的なレコーディングをするっていうのが、でも結構スムーズでしたね、うん、最初にしては、うん、ストレンジフルーツの頃と今はかなり雰囲気は似てると思います。やっぱりギター取るときは一人で誰も見んなよみたいな雰囲気じゃなくて、必ず正しくんはいてくれるし、最近はケンちゃんもいてくれるし、まあその誰かがいて弾いた後にどうだみたいな雰囲気とか、変なプレーとかしちゃってこうね、ゲラゲラ笑ったりするとか、そういうリラックスした雰囲気とか、うん、もっとやってくれみたいな雰囲気とかを大事にこう最近はやってるんですけど、そういう感じも最初のストレンジフルーツとかは大事にしてたかな。上から順でマーシャルの4人。ケンさんギターダビング好きだよね。ね、そうか、うん、そうだ、ケンさん、ケンさん必ずいるよね。ケンさん必ずいるんですよ、思えば、うん、当時のやつ、ん、当時のやつこれ、うん、全然これだってここに置いてあるでも思えばこれは当時のギターじゃないの、 STA は。あ、これね、これでもそうね、これで撮ったね、それも昔ね、当時こんな感じじゃなかった。シャッカシャッカの。うん、あ、うん、お願いします。まず入れてみて、合うか合わないか、すんげえ難しい雰囲気はいいけどね、うん、よし、ちょっともう一回やらせていただいても、全然おかしくないけど、おかしくないですよね、うん、全然問題ないけど、できねえよこんなことならきちんと練習するべきでした。プラ釣りでこんなに弾くこともうないですよね、かれこれ10年ぐらい、あの昔多かったんですよおも、面白い？面白い。お、かわいい。もう思い残すことはないです。できたんじゃないですか、これ。できた。もう思い残すことは。素晴らしい。お釣りが来るぐらい入ってるでしょ。うん、なんか。リッチ流してる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日俺ベースの日だと思ってたんですけど、あらかたギターが入っちゃいました、ね、いつもこんな感じですよね。ね、今日はあのもうドラムは昨日終わったんで、あの頑張ってもメールを書きました。マネージャーに解かせようと思います。解けなかったら。腕立て伏せ100回。
つかるんだね。きっとずっと苦しまされる個性が見えてくる遠いんの中しよう明かりを消した嘘の中まで開き居心地いい未来のような君の言葉が好き動物だけら嫌な音が響き始めた咲いたパイプをずっと流れていく退屈な午後僕ら追いかけるよ We have a source to have use また転がった時 We have a source to have use長い色から今
パン。お、ここ休憩。お、パン。パンね。確か音源鳴ってないでしょ。あ、そうですね。うん。7238234休憩です。あ、あら、俺今拾ってて思った休憩。あと確かこれベース始まり。ああ、うん、あ、クリーム面白いですね。うん、銀の針、銀の針、うん、そうだ、うん、そうやった。いや、ネタバレじゃないですか、ちょっと。この映像が世に出る頃にこのさん終わってるんだ。そうですね。78休憩です。カッ、カン、うん、3、4、8、2、3、タンタンタンとかって入ってる。ああ、そうそうそう、うん、なんかそういうロックンロールの入りだと思う。そうですっけ。旅が終わったら、メロが終わったら、新しいリフがあるんです。お、なるほど。どうだったっけな。俺当時何やってたんだろう。銀の針が出た時に実はそのなんかなんていうんですかね、ああいうロックンロール調の曲は実は僕はすごいうんざりしてた時期だったんですけど、その前の前ぐらいにやったアリポンと一緒にやったバンドがロックンロールバンドだったので、ああいうなんか、うん、星で乗るぜみたいな曲はもうしばらくやりたくないと思ってたんですけど、うん、なんか出てきて、まあ、演奏したら普通にかっこいいなみたいな。あれは本来ならばギタリストすごい喜んでやる曲なんでしょうね。決め事とかも何も考えないでこう与えられた時間ギターソロ弾いてみたいな、ロックンロールだからこそ許される、そういう手法を持って演奏できるわけですから。なんですけど、実はもうこれはメンバーにも明かしてなかったけど、当時はそんなに俺喜んで演奏してなかったんですけど、楽曲としては大好きですけどね。おはようございます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 。今日も頑張るぞ。うん、あ、おはようございます。あ、びっくりした。やっぱりね、ロックスターたるものどこでもいる。うん、よねたばい。おお、残念ですね。一番昔の自分にこう引き戻されるみたいな曲でした。あえてジャンルで言うとなんかロックンロールとかになると思うんですよね。なんかデビッドボーイとかああいういわゆるルーツロック的なとこですかね。なんかみんなが聴いててハッピーになるようなロックンロールじゃなくて、なんか大敗的でちょっとこうドロドロしてるロックンロール、このバンドでやったらかっこいいんじゃないかなっていうイメージがすごくあったんで、最後のアウトロのおかず、ジャンジャンジャラジャンジャンジャラパン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 、ちょっとやってもらってもいい？あ、あそこって伸ばさない方がいいですかね。じゃあ実はピュッて止まった方がいいですかね。いや、伸ばしてもいいんだけど、伸ばしてもいい、余韻はあってもいいんだけど、うん、アタックはちょっと
あのテケテケというよりは終わりだよって感じが終わりだよって感じが
ありがとうございます。初めてやる会場なんで、ちょっと様子を広いですね。切っちゃってるじゃないですかね。潜りっぱなしで浮上してこない感じっていうか、あんまりそのもうメロディーがどうのとかではなく、メロディーがどうのとか曲として聴かせどころがどうのっていうよりは、なんかもう雰囲気重視っていうか、もう曲の持ってる質感だったり、だからそういうものでなんかこのプラスティックトリーってバンドがも、まあ、当時持ってたっていうか、当時目指そうとしたことなのかな、なんかそういうものをちょっと表現できないかなっていう、いわゆるそういうちょっとダークだったり、ちょっとゴシック的な要素だったり、すっごい自由な感じなんですよ。アドリブがすごい多いというか、ライブの時のその時で尺が変わったり、お客さんとして見てみたいなって思いましたね、この曲は。どう映ってるのかなっていうのが、その天下は作曲の段階からものすごい楽しかったなっていう、毎度毎度、まあ、ライブも含めてリハーサルもなんですけど、もうとにかく毎回違うアプローチっていうか、まあ収録するまで、うん、俺も何をやろうとか自分の手数とか決めなくていいフリーな部分がたくさんある曲だなっていうのがあったのと、それに伴ってみんなすげえ自由だったのと、その自由なオケの中でアリコンがもう全然お構いなしに普通に歌えちゃうみたいな、なんのかな、そういう、まあ本来ならばロックバンドってそうだろうみたいな魅力がすごいたくさんあった曲で、プレイヤーとしてはもうすごいなんか演奏するための喜びの要素満載な、でもってまあ第三者こうリスナー集まってきた時にすごく俺的にはプログレッシブな要素がすごいたくさんあって、ヘンゲっていうのはなんかプラスティックツリー初期の段階でよく出たなみたいなね、今思いますけどね、じゃあ本番よろしくお願いします。お願いします。お願いします、キスな大きいね、すごいね、いいホールですよ、立派なホールだよ、ね、だってなんかロビーから大阪城、大阪城見えてましたもん、足と景色もすごい良かったです。行ってみようかな、大阪城が記念に、はい、記念に見てきて、大阪城がすごい、もうなんか貫禄がすごい、長いのかな、歴史があるのかな、うん、あるあらららら、大阪城じゃないですか。これ上がりますよね。わあ、大阪に来たって感じ。感じですよね。ああ、すごい。超立派。すごい。ロビー。ええー、何持ってるの？パンフか。
っといてくださいもう今まさに見ようとしてるところですね彼女が今まさに1ページ目をついに見あ俺のページからだあ来ましたもし喜んでくれてるといいんですけどもういますマスクしてるんだマスクしてる絶対わかんない絶対やるなんかあったらわかりますね、これからオイが撮影します何が起こるのやらさあ始まりましたこれこういう感じになってますねなるほどメンバーが入ってフレームアウトメンバーが入ってフレームアウトなんでアウトNHK の楽屋はこんな感じです今日は広岡ですね今日は今日のお弁当を選べる豪華ですねえ、なんて親は燃えるゴミなのかバビョーンバビョーンおー来ましたなかなか見れないですねこの帽子はあーこれをかぶってライブするのはやっぱり結構しんどいっすねそうですかそうですね中であの鳩とかいろんなのが暴れてる、うん、ストレンジなだけにストレンジなだけにね鳩とかシソとかあシソとかいろいろ暴れてますので、うん、はい実は大変なんですよ、ね、おーカメラマンがあーとわーバトルですバトルカメラバトルおぉどこ向いてるわしおぉ何に使ってるんだこの写真見にくい絵だってケンちゃん座ってこいこれじゃん足動かすねおいいっすねあらららららおぉおぉおぉお椅子を押した総本人は出たーリーダーでしたー社長は僕だ乗客は君だかっこいいこんな状態でこんな状態で撮ってました実ははいありがとうございましたありがとうございましたフレームアウト
水の切れかかるここは静かに吹き出しなる花瓶に刺した花を見た美しいなんて思わない針の先から溢れ出す透明な血を思い出す君が微笑んだとしても私はただの機械になる影からかなり上がる裏切って逃げ出していく私の中にある時期が少しずつ歪んでしまう懐かしい匂いが白い大輪の影に隠れたり地球の記憶をなくして私はただの機械になる、なる、なる見つけした女の方に答えが隠されていれば絶望の手がかりさえも見つけ出すことができる塗りつぶした女の方に答えが隠されていれば絶望の手がかりさえも見つけ出すことができる I'm just a cry, 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 I'm just a cry I'm stuck by that.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 
マシンにこう乗ってなんかそのまま戻ってやってるみたいなぐらいなんか当時の感覚がなんか鮮やかに蘇るみたいな感じでした。ケンちゃんはよく当時の感じをコピロートしてくれたんですけど、僕らがああひどい僕らがあのもっと当時に似てることは俺らでやるから、ケンちゃんはケンちゃんらしいプレーでいてくれればっていうオーダーも出したりして、プラスティックツリーなんだけど今のプラスティックツリーで当時を再現した、再現違うな、再現当時の理想を再現したみたいな感じになったんじゃないかな。だからあのバンドとしては、すごくなんか100点満点を普通に出せた。今は普通に15年もやれて、これからもじゃあ次の、まあ、15でくくるなら次の15年、まあ30周年まで頑張ろうっていう素直な気持ちで、いますね。正直本当にそうですね。まあ、最初にやっぱり自分たちがやろうとしてたことを再確認できたっていうのは一番大きい収穫ですね。でそれがなんだろうな、なんかバンドとしても結構長いね歴史があって、でその中でいろんな変化があったと思うし、もしかしたらもうその本当にこの頃の曲はもう今のスタイルと全然違うから、演奏してもなんかなんていうんですかね、なんか、まあ、自分たちもそんなに正直なんかやろうとも思わないし、なんかそこで何かが生まれるとは思えないっていうパターンもあると思うんですよ。もうあくまで過去は過去で、そうじゃなくてなんか15年っていう月日が経ってもああやって今の自分たちのやり方でちゃんと人に伝えることができるし、なんかでそれがちゃんとこっちの独りよがりっていうか、なんか、自分たちで完結しちゃうんじゃなくて、それでお客さんに楽しんでもらえたっていうのはすごく自分たちでも自信になったかなって。あのストリングフルーツっていうあの世界観で。あのライブをやれたことがすごい嬉しかったっていうのが一番あって、得たことはまた仲良くなりましたメンバーとなんか当時のことを知ってる人とか、またその逆で知らない人とか、こうなんか見に来てくれたのがすごく嬉しかったですね。なんかこう当時の自分たちをこう祝福されてるような気分になったんで、いいなと思いました。でも実はまだねストレージフルーツっていうのはねあるんですよ、裏メニューが。あのさっきも言ったんですけど、本当にねあの当時好き勝手にもうやりたいことをやりまくってですね、こういう曲をやってもいいんだろうかどうなんだろうかっていう考えなしに作った曲がありまして、それはまあ、今で言うところの何ですかね、シークレットトラックっていうんですかね。小学校でラーメンに行くと近づくか、どんぐらい見えるんですか。できる、いけます。これが見えないよ、まだね。ガバジクが見えるんだよ、ね、いけますやるわ、持ってくわ、俺これ近近近、ガガジ君の頭だけでいいよ。あ、動いた、動いた。これ真ん中にする。真ん中ね。自分でやるわ。かぶるわ。俺これ持ってくわ。
宇宙兵かっこいい。なんかハルマゲドンみたいな、ね、ハルマゲドンみたいな、ウルスウイルスみたいな。ピザーさん、帰れ。バンドとして全然重要な位置じゃない曲なんだけど毎回やってたみたいな、楽曲として練りもしないし、だけどバンドってそういうなんていうかな、勢いとかなんかそういうなんか脳みそ足りない部分もすごく大事な部分もあるわけで、他の楽曲がものすごく緻密に作ってるのに、あの曲だけやけにバカみたいに体力勝負みたいな。もうメイクはこれでもこれ完全におまけですね。なんか割とね、そうプラスティックトリオをやる前に龍太郎とアキラがやったバンドがあるんですよ。でそのバンドがね、どっちかっていうとなんだろうな、ハードコアだったりミクシャーだったり、どっちかっていうとこうラウドで激しい方向のバンドだったんで、なんかそういうのをこうやってみたら面白いんじゃないかなって、めちゃくちゃでしたけどね、曲になってたんだかなってないんだかみたいな、いろいろ取り混ぜた世界観を見せといて、もう最後に暴れて帰るみたいな。ライブ終わった後にみんなでまたどっかでやろうかって言ってましたね。だからどっかでまた登場するかもしれないですね、この曲は。帰ってきたストレンジフルーツやっていいですか。奇妙な果実もう一つ食べますか。食べるみたいです。じゃあやります。
ューキュー。